プリー俺のイカスビテーゴ取りました。やるじゃねえか東四郎、さすが。まんじゅうなんて今どうでもいいでしょう。報告書がさっき上がってきたんですが、先月も成果は。いや、さっぱりです。いいさ、平子真嗣たちの所在は徐々に絞れてきている。ベラの手の上だ。隊長、なんでこちらに？小便の邪魔だからな。ん？え？私ですか？ぼちぼちです。ぼちぼちとは何ですか？養っているのですよ。お母様、おやめください。先。ん？ごめん。母様を許してやってくれ。今日はエビのグラタンが美味しかったよ。じゃあね。降ってきたな。すげえ。これが。何かとんでもないよ。会見は炎だが逃げろ。ゼロか。まるでメノスの戦い方じゃねえか。今の人たちは残白刀のスルだった。くっ。あいつは一人でやっちまうとは。ジョーちゃん一体何者だ。私は黒崎正樹、クインシーです。生でクインシー見れるなんて、なんか得した気分だな。そしたらきっとリュウちゃんもおばさまもみんな相分かった。無断出撃は罪なれど、こたびの待機違反は不問とする。よし。じゃあ、はい、特筆すべきことはなかったと。名前ぐらい聞いとけばよかったな。あいつ、死神の俺を助けるのも、もう一回やって。すいません。いや、いいんすいいんす。ただいま。おかえり、マサキ。マサキさん、なぜそんなことをしたのですか。恥ずかしいと思わないの。何。マサキ様はホローの攻撃で傷を負っておられました。マサキ様との結婚はクインシーの未来のためだと。マサキは。いいのリュウちゃん、私なら。そんな。これはホローの。このホローのような穴は何だ。手に割って入らなかった。どうして。ギリだったな、あんた。お前な、なんだ。お前を守ってこうなったんだよ。クインシーの掟をやめましょう。静かで暗くて寂しい。私の名前は浦原喜助、ソウルソサイティを。その症状はホロー化と言います。もうわかるっすね、あなたの魂魄を。こんなもの。わかった、やる。はい。未練はないんすね。ないわけねえだろ、タラタラよ。次はもう指一本触れさせねえからな。名前教えてください。霊術院で学んだ医学を生かして小さな診療所を開いた。マサキには
死神の力をなくした理由を。俺は嘘が下手くそらしかったし、あいつはめちゃくちゃに勘が鋭かったから、全てを許し、全てを照らし振り回す。